寒かった。
まあ、どうでしょうか。全然上がれへんやん。飲み放題。お疲れです。ポンタさんです。ポンタさんです。何をすかこれ。完全に。お疲れっす。スピチューブの DJ ゲイルさん。まあスピチューブの主力メンバーというか。多分ほぼほぼ一人でやってる。まあいろいろ分けありというか主力が忙しすぎて、ああまあなメンバーが何人かいるんだけど、その中でまとめ役っていうか編集させてもらったりとか。オーケー。出たくないんだけど。誰もいないから。でもあれですね、ゲールさん本番は多分最初のは多分ちょっと編集とカメラマン的な感じで、でも最近一人でワシュートハイランドとか行ったり。一人で踊るんよ。今ちゃんさん、今ちゃんはそのまま岡山のトラックターみたいなミラカウソあるんですよ。知ってる知ってる。そこの専属 YouTuber みたいな感じ。なんか一回なんかチャキさんあそうですそうです見た。そう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 。僕も2号線からその大阪行くときとかこの左手になんかあるから。あ、こういうとこもあるんやいろいろあるんやなと。そうだね。ポンタさん、ポンタさんもトラック乗りながら主婦ドライバー、トラック主婦トラックドライバーみたいな感じでかっこいいやつですね、うん、かっこいいやつこれなんてやったっけ、略してトラ、トラジョ、なんだかな、トラジョ、トラジョ、トラガール、トラガール、トラジョ、全然知識ねえって姫トラ、姫トラ、姫トラじゃないですか、姫トラ。姫トラって言っていいかな。おばはんトラか。結構だけどちょっと前にまだ集まる機会があって、で岡山でなんかできるかなってなって今日会があって。打ち合わせです。そう。打ち合わせできてないけど。打ち合わせで、打ち合わせするんですよね。もうノリですね、完全に。もう毎日でノリです。トラックの方と全く関係ない。そうそうそう。すごいコラボレーション。コラボレーション。ちょっと、星ぶどうとティラミスチョコです。これは僕すいません、星ぶどう食べれないんですけど。美味しい。美味しいこれ。良かったです。ナッツ。イカリ豆って何でイカリって言うんですかね。なんでしょうね。ちょっと怒ったんですかね、この口が。それで。これで星ぶどうは。干したぶどうなんですよこれ。おお、それで。でこのティラミスは、ちょっとティラミスの味をしたチョコレート。それでそれで。